オリバー・ストーン、オリバー・ストーン、1946年9月15日体は、アメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、ベトナム機関兵である、自身の1年間の実体験を生かし、ベトナム戦争とそれが人間に与えた影響を描いた、プラトーンで一躍有名になった。多くの作品の傾向として、 アメリカ合衆国連邦政府やアメリカ政治を強く批判している。ニューヨーク州ニューヨーク市出身。父ルイスはユダヤ系の株式仲買人で、母はフランス系のカトリック教徒であった。接中案として米国政公会で育つ。しかし、後に仏教徒となった。イエール大学で1年間学ぶが中退してベトナム共和国に赴き。 英語を教えるなどして半年ほど過ごす。帰国後復学するが、再び中滞している。1967年からアメリカ合衆国陸軍に従軍し、ベトナム戦争を経験。空挺部隊に所属し、LRRP と呼ばれる偵察隊に加わっていた。この任務は特殊部隊的な側面を持ち、死傷率が最も高かった部隊の一つである。 女体後にニューヨーク大学でマーティン・スコセッシに指示し映画制作を学んだが、しばらくはシナリオが売れないなどスランプの時期が続いた。1974年にホラー映画、日本未公開、現代、せいズレ、あるいはクイーン・オブ・エビルで長編監督デビュー。脚本を担当した1978年のミッドナイト・エクスプレスでアカデミー脚色賞を受賞。 プラトーン、7月4日に生まれての2作品でアカデミー監督賞を2度受賞する。その他代表作には、ウォール街、JFK、テント、地、ナチュラル・ボーン・キラーズ、ニクソンなど。特に、プラトーンは自身のベトナム戦争での体験がベースになっていると言われ、戦争という異常な状況下で人間はいかに醜く残酷になるか。 そしていかに戦争が非人道的なものであるかを列に訴えている。これらの作品については、アメリカ国内では賛否が大きく、特にオリバー・ストーンと同じ世代ではその傾向が顕著である。最近では、次の時代を担う世代への教育的見地から、ドキュメンタリーを通じて、アメリカ現代史を問い直す作業に取り組み、その成果が2012年の映像作品に結実した。 これを日本放送協会が放映権を取得して NHKBS1 の BS 世界のドキュメンタリーによりオリバーストーンが語るもう一つのアメリカ史というタイトルで50分番組を10回に分けて3週にわたり放送されたこのドキュメンタリー番組への反響が大きかったため2013年8月25日にオリバーストーンと語る原爆戦争をアメリカという ストーン監督に加え、脚本を担当した歴史学者のピーター・カズニックを NHK スタジオに招き、西へのインタビューをメインに据えた2時間番組が放送された。来日した際には、オリバー・ストーンは広島市、長崎市、沖縄県を訪れ、原爆資料館や米軍基地反対の沖縄住民の元を訪れた。元婦人は韓国人のチョン・ソン・ジョンである。一緒に、 釜山を訪れて自身の映画の中で韓国を登場させたことについて問われると妻が韓国人なので言及したのではない。当時はリーマンショックで韓国関連の記録があったと答えた。さらに貯蓄して熱心に働き賢く行動しなければならないかをアメリカ合衆国に教えてくれる国が韓国だという点を妻を通じて知ったと韓国は見本になる偉大な。 国家だと絶賛した。JFK、ニクソン、ブッシュと現職、元アメリカ合衆国大統領をテーマにした映画を3本制作している。映画監督を志す前は19歳の時に小説を書いたりもした。私生活では3度の結婚歴があり、2度目の妻、エリザベス、1993年に離婚は、東クレディオ、ドアーズ、JFK 及び、 天と地で、内助の孔、とクレジットされた。1984年に生まれた息子は、俳優となって、父の作品に出演している。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補のバラク・オバマ候補を支持していた。2012年アメリカ合衆国大統領選挙の時は、共和党から出馬していたリバタリアンのロンポール候補を支持していたが、 ミッド・ロムニーが共和党指名を勝ち取ったため、オバマ支持に回った。2016年は、バーニー・サンダースとジルスタインを支持した。ピーター・カズニックと共に、アメリカ社会で広く知られている原爆投下によって、戦争を早く終わらせ、100万人のアメリカ兵の生命が救われたという原爆神話に対して反論をしている。語られない米国史のプロジェクトを始めたのは、 ストの娘の高校教科書の広島、長崎についての記述が原爆投下を正当化するひどいものだったことがきっかけだという。1967年にベトナム戦争に志願し、翌1968年に除隊した後、メキシコで麻薬に溺れ、ヘロイン所持で逮捕されたが父親に保釈金2500ドルを出してもらって釈放してもらった。 1999年にマリファナ所持で逮捕2005年にもマリファナ所持と飲酒運転で再び逮捕されている2008年には自身の映画を撮影中に自身のスタッフ3人と俳優2人が喧嘩して逮捕されている他にも俳優としての出演作がある JFK 以降政府の陰謀というと引き合いに出されるようになり メインブラックにでも陰謀に関連付けられ、ビデオ店の等身大パネルで顔を見せいる。また、デーブでは自らオリバー・ストーンも演じ、陰謀説を唱えて、ラリーキングにたしなめられるというパロディもこなした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。